ねるねるねる食べる。ダメだよ、今は。ねるねるねるねは、寝れば寝るほど色が変わって、こうやってつけて、うまいな。てれてれ。差し入れで。差し入れでねるねるねるって言いました。これでもまだ売ってんだね。これね、牛ね、禁止だった。禁止でした。ああ、やっぱり。はい。うちもなんか、うん、もう進んでは食べさせてくれなかった。うちね、もう妻が大好きで。ああ。家帰るじゃん。これめっちゃ好きやん。帰ってきたら、やってんのよ、いつも。うわ。これやりながら韓国ドラマ見てんのよ。てれてれってなってんの。でも逆に俺はなんかすごいそういう教育を受けてるから、全然食べないのよ、これ。ああ、なるほどね。こういうのね。うちの嫁栄養士だよ。いや、だから大丈夫だね。うわ、悪そうな粉だね、これ。ここに入れんのね。うん。お、紫になった。こんな青になりましたと。で、それ次2番を入れるって書いてあるよ。お、あー。すげえ。3番目がトッピングなんですよ。お前ダメでしょそれ。え、こっちに入れて、間違え、それをちょんちょんしないと仕上げちゃダメじゃん、そこで。ちょんちょんってこっちにつけて、これはちょっと俺もう大丈夫ですね。はい、パン粉屋さんです。どうもですね、はい、今日ちょっと僕ダバナシを持ってきました。はい、何でしょうか。ストラッピンダバナシです。うわ、別に俺の盛り上がらねえやつだ。あ、もう思い起こせばですよ、はい、思い起こせば僕が高校1年生の時に、はい、冬にですね、はい、東京オリンピックで、あ、スプリングサマーね、はい、湾岸スキーヤー、湾岸スキーヤーね、湾岸スキーヤーでバイトした時に、はい、そのお金でフェンダーのアメリカンスタンドテレキャスターを安くしてもらって買ったんですよ、はい、当時の楽器屋さんに、はい、地元をね。ある日教室で朝食こう弾いたわけですよ。じゃん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 。うん、だいたいこう、楽器のことわからないやつとか来るじゃん。うん、で、わぁ、なんか楽しそうみたいな感じで来て、そしたら勝手にストラップをかけて、弾き始めて、うん、ちゃんとかかってなくて、バンって落ちて割れたんですよ。うわ、最悪やん。マジ殺意だよね、その。その時のフェンダーのアメリカンスタンダードシリーズのストラッピンって、これなんですよ。はい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 。え、これ6ピンのやつ。そうなんですよ、これだよね、シャーラーので。なぜかフェンダー多分契約してたのかわかんないんだけど、あ、フェンダーのアメリカンデラックスとか、まあヴィンテージラインじゃないやつはこれなんですよ。なるほど。で、これって普通のスラップかける感じじゃないじゃん、うん、めちゃめちゃ外れやすいよね、うん、普通にやると。これにも原因があるんじゃないかその時思ったんですよね。まあ落ちますよね、これ落ちるじゃないですか。だってもうその仮的なところがもう全然ない。全然その、ないじゃないですか。どういうつもりなんだと。まあね。はい。それからまあ、いろんなストラップピンをこう試してきたわけですよ。はい。行き着いたところ。あ、行き着いてるんですか。僕行き着いてます。へ、もうストラップピンはこれは絶対いいっていうのが行き着いてて。あ、そう。最初ってギター買った時って、もうナイロンのさ、あ、買ったやつ、ポリのやつのさ、うん、やつじゃん。だいたいこうセットついてるやつとかって、うん。革の厚いやつとか欲しくなるじゃん。なるね。茶色とかのレザーのやつがさ、うんうん、あれってさ、はめた時にさ、止めらんないじゃん。ロックしたくなるじゃん、こういうので。いやー、やっぱここだけはつけときたいな。なんか、うん、ケツは落ちてもなんかまだ大丈夫なんだけど、うん、こっち落ちると、ガンいっちゃうから、うん、で、手離した時怖いんだよね。で、これはなんか止まってるけどさ、うん、結構さ、熱いとさ、普通のスラップピンとかってさ、この革のやつロックできないことあるじゃん。うん、それもフォローできます。僕が行き着いたのが、はい、まあこれですね。え、あ、それ普通じゃん。これね、違うんですよ。これすっごくいいです、これ。これスカットの EP13C ってやつなんですけど、うん、一番トップだと思う。外れないの。これは何がすごいかっていうと、うん、普通のストラップだと厚いやつとかでも止められるし、うん、あとはこれロックピンも使えるんですよ。ああ、そういうことか。シャーラーも使えるんですよ。俺ロックピン嫌いなんだよね。けどまあそれはまあ付加価値として、ああ、なるほど。あとこれロックピンってさ、うん、1個持ってて同じの使い回したいから、あ、買わなきゃいけないじゃんよ。全部分ね。うん。それが必要ないですよ。なるほど。うん。で、何よりも結構この傘が大きいんで、外れにくいと。外れにくくて、革とかで止めてもそういうロックのやつでも止められるみたいな。熱いやつとかでも。なんで、もうこれに僕はもう、なるほど。行き着いてるんですね。で、これあともう一個すごいところがあって、ビグスビーあるじゃないですか。
で、ビグスビーのギター、例えば ES335 のビグスビーが付いてるギターとかあるじゃん。はいはいはい、ネックポケット裏にこう、まず、スラッピングが付いてるじゃないですか。あっちは別に止められるんだけど、ビグスビー側って、あの、ビグスビーがあった穴っていうか、ビグスビーの意味じゃないよね。だからビグスビーの傘の分があるんだよね。だからそこのスラップピンに、うん、ロックピンもそうだし、つかない時がある。いや、もうほぼつかないですよ。これだったら、普通のやつよりもちょっと高さがあるんで。ああ、なるほどね。はい。これだったらいけるんですよ。あの、その、ビグスピンのところの後ろのところつけてあげると、なるほど。ロックピンも使えます、そこで。あの、怖い人はこれが。これはね、ちなみにちょっとでかいやつでした。外れないやつでしょ。仮で確認しました、これは。それ、動画で使えるのかな。わかんないですけど。もうあの、革のやつはもう、逆につけられないくらいの感じです、ね、まあそうだね、ちょっとだからもうこれを外してカーンつけるくらいの感じだよね。今ほらあのビグスビーがついてるギター人気あるじゃないですか。あ、そうなんだ。はい、 ES355 もそうだし、まあそういう人にはこれすごくいいと思うんですよ。なるほど。これサウンドハウスで多分何百円ですよね。まあ2、300円だね。はい、いやー、まああと5円玉とかね。5円玉が一番安いけどね。5円玉やってるやつなんか貧乏くさいんだよな。でも5円でできるんだよ。いや、だけどさ、いや、いた、いたけど、もう貧乏臭くてなんか、ああ、そんな気しない？いや、貧乏臭いとは俺思わないじゃん。いやだよ、だってレスポールのさ、ここにさ、5円玉で止めてんだよ。じゃあ500円に穴開けてやってたらそれ犯罪です。犯罪です。あと、ギブソンのこれも結構俺好きなんだよね。ああ、見た目的に。見た目的に好きだし、これも結構ちゃんと結構スラップ、あの太いやつでもハマる。ああ、うん、そこが重視されてんな。ロックピン以外だったらまあいいかな。あのさ、なんだっけ、うちらの時さ、シャーラーのやつさ、もう一個あったじゃん。押すタイプのやつ。はい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 、はい。なんか磁石みたいなのでさ。カチャンってなるやつね。そう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 。うわ、なんつったらいいんだろう。カポッてなるやつ、ね。そうそうそう。ちょっと何だったかお忘れしたな。あれなんかここに隙間ができてかっこ悪いんだよね。ああ、そうなんだよね。でここカチャカチャ言うしさ。そう、あれやなんだよね。バンヘイレンはこれだっけ、あの丸カンみたいなやつだっけ。バンヘイレンはなんか丸カンみたいなやつだよね。そうだよね。丸カンみたいなやつですよね。ゴムのやつはどう。ゴムのやついいんじゃない。あ、丸いやつ。つけたことないけど。あれでもね、たまに外れるんだよね。あ、そうなんだ。やっぱりゴムだから。それやね。でもこれもちょっとロックが緩んでて外れる時あるからね。くるって間違えない。そう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 。でも1個300円っていう。じゃあやっぱ5円玉じゃない。絶対外れないでしょ、5円玉だったら。外れないけども、ちょっとビジュアルの方は出すさが。まあね。お金持ってるのに金持ちはなさに見えちゃうんだよ。5円だから。そう。まあ別に5円を軽視してるわけじゃないですけどね。なんか、またシャーラーも新しいの出したね、なんか。あ、そうなんだ。出してましたの。まあでももう、なんか思いつかないよね、多分これ以上。うん、だからもうこれにたどり着いた。なるほど。スカットの EP13 っていうのをちょっと試してもらえたらなと。案件じゃないけどね。全然案件じゃないですね。けどこれはいいぞっていう。なるほど。うん。あと痛くなくていいんだよね、ここ。え、痛いとかね。なんかとんがってるやつがあるじゃん。ファッツって。スラップのあれが結構ギザギザしてるせいで、あの、ギターケースの下が傷ついたりとか。ああ、それないですね、これだったらね。なるほど。うん、あのリペア多いよね、抜けちゃうからね。うん、やっぱ弱いとこではあるよね、うん、自分で。まあそうだね、うん、あれでしょ、設置、あ、用事、つまようじですね。あの、どんどんこうずれてるのいっぱい作ってる人いるよね。ああ、いるね、うん、もう逆中の人みたいになってるよね。過去の傷跡みたいな感じで。ああ、気にしないんだなと思いながら、うん、まあ潔いような気がするけど。でもそんなデコデコになるってすごいけどな。確かに。逆に。プレイスタイルが激しいんじゃない？やっぱ。ああ。回してんのかな。なんか YouTube の動画でさ、うん、ギター回し後ろに飛んでいくやつ面白いよね。そう、なんか見たことあるかもしれない。こっちの方に飛んでいっちゃう。そう、バーンって回して後ろにこう。しかもなんかあの、回して戻ってくるじゃんか。戻ってくるでこうやってないんだよ。あれちょっとまた見てこられました。まあそういう事故はないように、そういう事故はないように、ちょっとスラップピンの皆さんケアをね、はい、しといてもらえればいいかなと思います。まあちょっとしたダバナシでございました。はい、はい、パンコイさんでした。ありがとうございました。